はい、ルプチパリジャンです。今日は以前にも実はこの本紹介してるんですけど、改めてちょっと紹介させていただきたくて、で、理由がありまして、最近私がウィキペディアの蔵書評という項目の、修正と追加を行ったんです。その際にこのことについて言及というか、追記したんですね。で、改めてちょっとこれだけ別に切って簡単に紹介しちゃおうかなと思って、今回の動画を上げました。はい、よろしくお願いします。で、何かっていうと、蔵書評ではないけれども、所有者を示すということで、エクスリブリスの一つと言われています。で、何かっていうとこれなんですね。ここの真ん中の。これ実は本に押し込んであるんです。こういうもの、箔押しと言います。本に紋章ですね。押し込んであるのは。紋章っていうのは、今まで話してきたように、個人を示すという役割が、あります。ただし、例外的に自分の紋章じゃないものを使うということもあります。実は蔵書評の中では。祖先の紋章を蔵書評に仕立てるというケースもあったので、必ずしも蔵書評で使っている紋章は、個人を示すものではなかったとも言えます。ただ一般的にはそういう個人を示すものです。で、こういうふうに、箔押しをされています。こういうのを、スーパーエクスリブリスとか、なんか中二病みたいだけど、あと、スーパーリブロと呼んだりしています。で、以前にもお話ししたんですが、一般的には蔵書評イコールエクスリブリスって考えられてるんです。で、世界的にも実はそうなんですけれども、実はエクスリブリスというものはイコール蔵書評っていうわけじゃないんですよ。ってずっと僕言ってるんですけど、エクスリブリスっていうのはあくまでも、所有権を示す言葉に過ぎないので、例えば、エクスリブリス、なんだっけ、ユニベルシタシスエスパニオールだったら、スペイン大学に所蔵されてる本のコレクションぐらいの意味なんです、実は。なので、その時のエクスリブリスっていうのは蔵書評を示しているんではなくて、あくまでも、その、スペインの図書館に所蔵されている、所有権というものを示しているわけですね。ただ、蔵書評のことも示すことができるということなんです。なので、イコールって考えるのは、あんまり、僕は正しくないと思ってて、実際エクスリブリスって蔵書以外で本当に使われてるんで、今でも。なので、そこはちゃんと言葉の意味を知っていただきたいなと思って、そこも実は僕追記してるんです。ウィキペディアの方で。興味があったら見てみてください。後でジャーナルを上げますので、その時に、そのジャーナルの中に、そのウィキペディアのリンク貼っておきますので、もし興味があったらそこもご覧ください。はい。こんな感じです。で、実際こう面白いのが、そのスーパーリブロスっていうんですけど、この箔押しのやつ、金で押して。で、これ中にも実はね、同じ蔵書評が貼ってあるって、同じデザインのね、紋章の。なんで、この人はよっぽどこの本を所有してるんだぞってことを誇示したかったっていう、かなり珍しい例ですね。はい。以上です。